さあ、えー、それではお時間になりましたので始めたいと思います。皆さん、こんにちは。えー、2022年度、えー、宅地建物取引士試験合格基準点予想会ということでですね、えー、開催してまいりたいと思います。えー、担当は、歴戦2コースの友ぐです。どうぞよろしくお願いします。 そして、えっ、ー、と、全国の皆さんもよろしくお願いします。ということで。さあ、えー、それではですね、えー、まあ皆さん、えーね、試験から1週間経ちましたけれども、はい、いかがお過ごしでございましょうか、と、えー、言ったところだと思うんですけれども、まああの、ね、うん今年もなかなか厳しい試験で、えー、難しくてっていう感じだったと思うんですけれどもね、あの、皆さん、今お手元にですね、こちら、はい。 え本試験一言解説中というものがあると思います。えー、こちらなんですけれども、まあ、開けてみますとね、まずはあの、公、ま、表、あ、として、まあ、全体的にどうだったのかとかですね、えー、そういったお話があり、でまあ、一応あの今年の問題ですね、えー、一応全問収録してありまして、よいしょ。でえー、と今年の問題全問収録した後、えー、次のページですね。はい えー、回答一覧表というものがあって、でそしてその後からですね、えー、その次のページからは、あ一言解説集ということで、まあ、本当に一言ですけれども、えーね、丸ののだのツだの、それから一言の解説だのというのが、まあ、ついているという形になります。はい、で、えーっと、よいしょで。これが50番まで終わりますと、次のページですね、はいえー、次のページに、えー、っとここからの資料になります。 えー、無料成績診断ということであの皆さんねあの試験が終わった後であのぜひマークシートとかちょっとねご自身の選んだマークをちょっと送ってくださいみたいな感じで、えー、お願いしていたまあそれをもとにです、ね、データを集計したものとなりますでまあ、ページめくりますと、えー、まあだいたいね分布がこのぐらいですよという感じで,でまあ、大体このね。ね、えー 成績診断の結果こんな感じです。でまあ、あとは何番、えー、の選択肢を選んだ人がこのぐらいいますよっていうですね、まあ、そういったあーデータになっております。で、まあ、一番最初に見ていただきたいのはこの一言解説を抜けた後のでとの、ねえー、ページ数振ってないのでちょっと申し訳ないんですけども一言解説集が終わったところにあります,こちらです、はい、無料成績診断の総合、ね、指標というところですね。はい こちらの方を見ていいたただきたいと思います,でです、ねいえー。こちらのところのどこを見ていただきたいのかと言いますと、はいえーまあ、今のところの平均点です。で今のところです、ねえーまあ、皆さんの,こう、ね、あの点数ガーンと集めてみてです、ね、平均点がどのぐらいなのかというとです、ねはい、こちらですね。 36.5点ということになっていますと。はい、でまあだから何なんですかって話になると思うんですけどもね36.5点だからなぁにっていう話になると思うんですけれどもあの毎年ですね、まあ、この合格的基準で予想会やってるんですけれどもこの試験1週間後ぐらいにこう明らかになっているこの平均点だいたいこの平均点前後が。 毎年合格点になっているんですね。えー、まあ何かって言いますと、えっ、ー、と去年が確か三十五点七点だったのかな、途中集計が。で、その結果まあ三十四点の合格点と。で、その前の年がえっ、ー、と三十八点ゼロ点だったのかな。で、えっ、ー、と合格点が三十八点。 はい、でその前の年が35.5点の途中経過で,、えー、であの実際、えー、合格点がえっと35点ということなので大体この平均点の前後に集まってる傾向があります。ということはですね、まあ、先ほども言いました通りよいしょ、えー、36.5点ということは。 えーまあ、この36点を、まあ、前後にして3735まあここいらへんなのかなというふうな、えー、予想になりますということですねでこれは、えーとまあ、実際問題はいえっ、ー、とこれ前のページのところで一言解説中の前のところですねはいえっ、ー、と回答一覧表っていうのがあると思うんですけれどもこの回答一覧表あの まあね、回答速報会でもお配りしたものになりますけれどもこちらのところで、えー、合格ついてて、まあ、当日ね回答速報会の当日で36プラスマイナス1点というふうにお知らせをいたしましたが。 えー、まあ現在のところこれを変えるつもりはないかなというのがまあもちろんねこれから集まってくるデータっていうのもあると思うので、まあ、まだ処理してないデータっていうのがありますからそのデータをもとにまあもしかしたらちょっとね変更することもあるかもしれませんけれども。 そうしたことほぼほぼ毎年ないかなだいたい子ども突っ走っていくかなっていうのが、まあ、毎年の傾向かなっていうのが、まあ、正直なお話ですね。はい、でまあただねあの可能性としてなくはないかなっていうのが、まあ、あの何がって言ったらばあの2021年昨年なんですけどえっ、ー、と 35.7点って先ほど言ったと思うんですけれども死者誤入すると36になっちゃうじゃないですか、えー、で前後1点っていうと353637じゃないですかただ実際決着がついたのが34ということなのでまあその昨年のデータをそのまま使っていくともし昨年と同じだというのであるならばですね、まあ、ただちょっとこれはあの。 予想の範疇といえば予想の範疇なので分かんないんですけどもあの、まあ34の可能性がが、まあ、ゼロでではななないいかなっていうのが正直な話ですねただそうなるとあの昨年あたりからそのレックの,あの平均点がやっぱりちょっと高めに出るっていうね、えー、その仮説っていうものはただそれはまだ去年だけなのでこれがあの去年からそうなったのか去年だけそうなってるのか そこら辺がちょっとまだ見極めが難しいので、まあ、だって1年しかそれがないわけですからねなのでまあちょっとそういう意味であの34もありえるぞってあんまり公式にはちょっとあまり言えないんですそういう意味でえそういう意味であの、まあ、ただ去年のデータだけを見るとそれはありえるっていうことになるわけですよね、はい、ですのでまあちょっと、まあ、一応あのレックとしてはこの36プラマ1っていうラインを、まあ、そのまま踏襲するかなというそういう感じですねはい でやっぱりあの何て言うんですかねこれ実際問題あの速報会の時にもちょっと喋ったと思うんですけれどもいや難しくなったねとねえー、いう形をまあしゃべったんですよただ集まってるデータがそれとちょっと反してはいるわけですよはい。あの実際問題、えーと 昨年より難しいかなというふうなちょっと印象を受けたんですけれども集まってるデータが昨年よりも点数が高いっていうですね あのそういう状況になっておりますはいなのでまあなんていうんですかねこう肌感覚だけでいくっていうのであればまあ昨年並みなんじゃないのかなぐらいの感じなんだけどもやっぱりまあデータをちょっと見てみるとねっていう、まあ、そういうのが実際今のところ考えられているところということになっていきますで実際ねあのまあここにもありますとおりよいしょ、ねえー、分野別にもちょっと出ておりますので見ますかはい 分野別の平均点がですね権利関係が8.8点宅建業法が15.5点税争の高ま12.2点ということでね、はいまあ、権利関係が結構やっぱりまあ高めといえば高めなんですよねはいあのなんて言うんですかねやっぱりちゃんと取らなければいけない問題と無理だろこれっていう問題がまあすごいくっきり分かれてたといえばくっきり分かれていたんですね、えー、でしかもその 取れれななけけばいけない問題を難問でうまくカモフラージュしてたっていうかねあの基本的な事項なんだけども聞き方がちょっとねっていうところで。 あのー、それでちょっと落としてしまったっていう方はいるんじゃないかなっていうね、あのー、そういった部分になりますですのであのしっかり基本を捉えられていればいけたんじゃないのかなっていうのが、まあ、正直なお話ですね。はい、で <laughs> まあね、あのー、ただこう言ってもですよえ、まあ、これはあくまでこの合格基準って予想会でありますので、はい、実際はやっぱりねあの試験の合格発表日にならないとわからない。 もののになります、えーねまあ、ですのでで我々ができるのはあくまで予想ですので、えー、まあこれがねあの確定ってわけではないわけですからまあ、ちょっとね、えー、そこは過去のデータから見てみて、まあ、レクとしてはこう思いますよというところをまあ現代の段階で言えるかなというまあそういう感じだというふうに思っておいてくださいいよろしいでしでょうかねはい。 さあ、ということでですね、えー、まあ、あの合格はこういう感じで、えー、ね、点数がまあ、なるんじゃないかなという予想なんですけれども、まあ、実際ですね、はい、まあ、ちょっといろいろ問題がありますので、これ、あのー、ね、えっ、ー、と50問全部、えー、ありますので、まあ、ちょっとそれを見ながらですね、まあ、今日は、えー、ね、あのー、いろいろ喋ってみたいと思います。はい。で、何がって言ったらば、あのー、まあ、 うん宅建試験で何が要求されてていいるのかっていうところなんですよでここをしっかりと押さえておかないと、まあ、まずいよねっていう話になってでちょっとまあいろいろ紐解いてみてどういう力が本当に必要だったのかそういったところをまあ見ていきたいわけですよ。でね、あのー、これはよく言われるお話なんですけれどもまあ 基礎が本当に大事ですよという話をしたと思います。あの、まあ、したと思いますって別にあの全国でこの話してるのは私だけじゃないと思いますので、えあの全国どこの先生もまあ多分一応にねえ、基本が大事、基礎が大事、基礎をしっかり固めましょうというふうにまあ言うと思うんですよ。ただ、問題なのはえ基本がちゃんと固まっているのかどうかっていう、そういうお話です。でまあある意味ねあの 皆さんがじゃあ点を取るためには何が必要だったのかっていうところを、まあ、ちょっとね今回は見ていきたいかなというふうに思います。で、えーまあ、ちょっとあまり表紙し書くのも何な,なんですけど表紙し書きましょうか。はい、えー、基本って何でしょうっていうそういうお話です。はいね。 えー、基本って何なんですかっていうところをですね、まあ、ちょっとここは明らかにしておきたいと思います多分我々が言っている基本というのと皆さんが思っている基本というのがずれてる可能性があるんですよねでもしそれがずれていたならば伝わってないってことになっちゃいますので、えー、それこっちが基本を固めてね基本を固めてねって言って皆さんが「分かりました基礎ですね」っていうふうに言って、えー、やってたとしてもこっちが要求している基本と皆さんが思っている基本が ずれていたとしたら、まあ、やっぱりそこは難しいということになります。じゃあ、えー、基本って何でしょう？っていう話なんです。まあ、当然のことながらですね。まあ、今回それをちょっとね今回、えー、今年の問題を見ながら見ていきたいと思います。で、基本って言ったらば、まあ、それはね、えー。やっぱり基礎知識でしょうですね。 知識知らないとまあ難しいですよね当然のことながらはい、えー、基本の知識をちゃんと入れていきましょうまあ当然のことといえば当然のことでございますでねまあこれ今年の問題で言うならばまあどういうところでちょっとね出てるのかって言いますとまあ全部見るわけにはいかないのでその中でちょっとまあこれ代表的だなってものを見ますとまず問いの20番ご覧ください えー、問いの20番の選択肢の1番見てくださいはい問いの20番の選択肢の1でございますいきますよ、えー、こんな感じで出てますねえ土、ー、地区画整理組合の設立の認可の広告があった日以後幹事処分の広告がある日までは施行地区内において土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがある建築物の新築を行おうとするものは土地区画整理組合の許可を受けなければならないというふうにありますがまあこれは罰ですよねって話になります でそれは何でですかって言ったらば、まあ、これは組合じゃないですからね組合の許可じゃないですからね、はいえー、組合の部分が違いますと、はい、で組合じゃなくてそうです知事等の許可ってことになりますよねオッケー、えー、知事等の許可ですっていうことになります ですので、まあ、これは選択肢の1番は×ですよね。で、誤ってるものを選べっていうわけですから、まあ、これを選べばポーンと,こうと回答が出るというですね、はい、えー、もう、ある意味、ただこれだけのお話っていえば、ただこれだけのお話なんですよね。そう、これは、何がまあその基礎っていうふうに言えるのかっていうと、当然のことながら、これって、はい、何か分かりますか、そうなんです、何をもって基礎としてるのか、そう、これ。 試験会場でこう思ってなかったらまずかったんですそれは何かまた出たのこの選択肢分かりますそうこう思ってないとまずいんですよそのぐらいに今の選択肢って本当に使い回しのオンパレードなんですよねはいということなのでまずこれ問いの20番の問題見た瞬間に はいはいいつものねっていうふうに思えなかったとしたらそれはちょっと知識としては欠けてると言わざるを得ないわけですはいこれ「溶けました溶けました溶けなかったです」じゃないんです OK あいつものねっていう OK そのレベルにまで仕上げておく必要があったってことですよろしいでしょうか OK だかこれ正解できたかできないかじゃないんですねはいということでこれちょっと後ろのデータで見てみましょうか問いの20番選択肢の、A、1番ですはい えー、一番後ろのところにね、あの最後のページです、最後のページ。はい。で、最後のページのところにですね、これ、データ載っております。見てください、これ、問いの20番、土地価格整理法ですよね、答え1番ですよね。はい。正解率どのぐらいですかって言ったらば、そうです。85.6%の人がちゃんと選べてるわけですよ。他の選択肢を選んだ人は、本当にごく少数ですよね。 ほほぼほぼみんなできてるわけですよででなんでこれみんなできてるんですかって言ったらば、まあ、そう、えー、もう使い古しの何度となく出てる選択肢なので「過去問やってればこれは見たことあるでしょさすがに」っていうね、えー、しかも一言一句同じですよこれっていうねそういうお話です。だからまずそこのあ そこのね、えー、ちゃんと、まあ、認識を持ってるかどうかってことですねでそれを、まあ、確認するためには何かって言ったらばこれはあのまあ私はよくねあの講義中に言うんですけれどもコピペ問題っていう言い方をするんですよでこのコピペ問題の確率が法令上の制限の中で一番もうあの確率高いと土地価格なんですよ 本当に土地区画はもう本当に「えまたこの選択肢出すの?え」ねひねりがないね <laughs>」みたいな感じでそう本当にいつも同じ選択肢を出すのでもう土地区画整理法でもう代表的な選択肢を押さえておかなければいけないわけですよでその代表的な選択肢の中でも多分12を争うレベルですこれはい、えー、これはもう本当にえですのでまず皆さんはいいですかまあ土地区画整理法というものをしっかり学びますと ね、でその後で「過去問やってください過去問やってください」とどの講師も言います、はい、それは何でですかって言ったらこれが理由ですこれ過去問やってなかったらアウトでしょってことになるわけですよなので、ねえーまあ、当然のことながらよく言われるのがその過去問って過去に出た問題でしょと、ねえー、過去に出た問題なんだからこれから出るわけないじゃないですかっていうことをよく言われるんですけど出るんですよ本当に繰り返し繰り返し出される特に業法と制限はそうなんです な権利関係が過去のねコピペ問題がどのぐらい出るかっていうのはちょっと疑わしいですけれども少なくとも業法と制限に関しててはよく出てきますですのでこれはしっかりと学んでおかなければいけないまずだから皆さんが知識が大事だ知識が大事だってもちろんそうなんですけれどもそれに対していいですかコピペ問題がちゃんと出てくるよっていう対策ちゃんと取れてましたっていう話なんです。 それれれが取れていいばこの問いの問番は秒で解けける問題だったわけですよね、OK、であとはまあ知識って言ったらやっぱりね、えー、もう本当に必須の知識は入れておかなければダメでしょうというところになりますもう一問ぐらい見ますかえー、問いの26番のさあ、えー、今度は問いの26番の選択肢の2番いきましょうかよいしょ 問いの二十六番の選択肢の二番です。はい。さあ、えー、こちらです。はい。問いの二十六番選択肢二番。他営業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は事務所には該当しない。はい。えー、これはあの本店と支店のお話ですよね。<laughs> オッケー。はい。 支店は宅建業を営んでいる支店だけが、まあ、事務所ととして扱われますと本店は、えーね、そこで宅建業を営んでいなかったとしても支店で宅建業を営んでいればこれは宅建業の事務所として扱いますよね。OK で。で今回支店のこと聞いてますので、はいえー「宅建業やってないそうです」だったら支店は、はい、事務所には該当しませんよね。OK、はい。ということでこれはもうどこのテキストにも載ってるでしょうっていう話になるしまあ ひねねりも得にになないでしょって話になりますよ、ね OK? はいまあ、どこのテキストにも載ってるしひねりも特にない。OK? ってことは、まあ、これ問いの26番って、まあ、2番が正解かねっていう話になってくるわけですよ。ここまでいいですかはいでこの問いの26番これも、まあ、本当に秒で型がつく問題ですよね。OK? まあ秒ででがつく問題ですよということなのでじゃあねえ、まあ、これどのぐらいの正解率なんですかって言ったらばなんと。 こちらご覧くださいはい灯油の26番事務所の設置あれ86.4%すごいですねすごいですねそんな高くないですねそう思いません大体いい90%くらいいきませんっていうね ええ感じなんだけどもなんとこれがですねええー、なかなかですよねすごいですよねはいねほら例えば問いの3839 38あたりだと90%いってるんですよこういう問題がクーリングオフとかねはいええー、弁済業務保証金とかね9割いってるんですよこれええー、なのにも関わらずこれ問いの26分86.4%ですよ 何が起こってるんだって話ですよねクーリングオフい世界率が低いここに何が起こってるか分かりますかそうなんですこれ実は逆に当たり前すぎてそんな過去問出てなかったのよ逆に当たり前すぎて <laughs> あの最近の過去問あんま見ないですよね実はそう つまり過去問だけややっっている人がやられちゃったんです。逆に本当にあのインプット基礎からやってる人からすれば「えこれ秒で解けるでしょ?」っていうふうになるはずなのに。ってことは何かって言ったらばじゃあ過去問に出てる問題だけをじゃあ例えば過去10年に出てる問題だけを潰していけばそれで受かるんですかって言ったらばそれは違うんだろうなっていうところがここから分かりますよね。そうインプットの最初の最初をいかにおろそかにしないかなんですよ。 分かりますおそらく落とした人たちは「確認あインプットのテキストあ読むのめんどくさい」「まあ過去問やってりゃ何かねそこで掴み取れてくるんじゃないの?」っていうふうにやってしまった人たちが多分落としたんでしょうね逆に言えばクーリングオフやら弁済業務保証金やらはもう過去問に出まくってますからそう過去問やってりゃできるでしょってことになるわけです。つまり何かって言ったらば知識ってこういう性質があるってことなんです。わかりました つまり過去問を回さなければいけないそれはある意味真実ですでもちゃんとインプットの基本的なところをちゃんと積み上げていくことこれもやっぱり大事なんですで、その学習をおろそかにして多分過去問だけで勝負しちゃったっていう人がまあ一定数いたんだろうなっていうのがやっぱりここのデータから見えてくることですよね だだっててて考えてみてくささい皆さん、ねね、あのあこれまだ全然勉強してないっていう方は除きますけれどもまあまあ合格基準点予想会ですからこれから勉強するっていう人が来るような会ではないので多分、えーまあ、今年の試験受けてきたって方が多いと思うので、まあ、一応ワンクール勉強してると思います。で一応ワンクール勉強してればやりません今の話普通に。 っていう話ですよねえこれをサービス問題に見えなかったとしたらそれは過去もだけやっときゃなんとかなるわって思ってしまったことに起因してますわかりますつまりただ単に基礎って言ってもそうこんぐらいのところで気をつけながらやっていかなければいけないわけですよねでもっと言うならばこれね令和元年ぐらいかなあの まあちょっとした事件ってことじゃないんですけど起こってですね何かって言ったらですねそうあの平成30年間全く出てなかった問題がですねそう、えー、昭和の時には出てたんですよ昭和の時には出てたんだけど平成になって全く見なくなった問題があるんですねそれが令和になって突然の復活を遂げたんですよおー30年ぶりみたいなそう分かりますこの問題の正解率も80%ぐらいだったんですよ もうぶっちゃけ言いますねどこのテキストにも載ってるんですどこのテキストにも載ってるんだけどもまあ、過去問には出てなかったよねっていう、まあ、まさに今回もそれだよねどこのテキストにも載ってるんだけど過去問には載ってないよねっていうそういうところをパンと突かれてくるわけですですのでやっぱりそのインプットの学習っていうものもやっぱり大事にしてもらいたいということなんですで皆さん考えてみてください。はいこれが基本ですっていうのは まあ言わなくてもわかるでしょうっていうところになると思うんですよね。いや基礎って何いうえー、基本となる知識を入れておきましょうそんですよね。ってこれだけではないんですただ多くの人が「基礎」っていうとこの「丸一番」だけだと思っちゃうんですよ。でまあ「○一番」のものだけを身につけて試験会場に行って「いや基礎はやったんですけどね」 でも、全然点数伸びないんですよねって方に聞きたいのは。この丸二、丸三、丸四をしっかりやりましたかってことなんです。はい、じゃ、あそれも見ていきましょうよ。って話です。まず二つ目。基礎にはこれも含まれますっていうか。まあ、先に言っておきますね。今年はこの丸二番の勝負でした。ぶっちゃけ。これです。 注意力の勝負です。もう今年はもうこれでかなり大量失点しちゃってる人も多いと思います。ぶっちゃけた話はいで、それは何がって言ったらばそう。注意力が足りなかったってことなんですよね？で、注意力が足りなかったって言った時に皆さんは何を思いますか？って話なんですよ。 いやこれ一番困る,のは困るのは注意力が足りないよねっていう風になった時に「あこれからは気をつけますちゃんと注意してみるようにします」っていう風に言う人がいるんですけどそうつまりあのスローガンででで終わらせなないいくださいってことなんですよ例えば、えー、ちょっとまあこれも問題で見ていった方が分かりやすいと思いますので問題で見ていきましょうか、えー、まずはどこで見ようか問いの18番で見ますか えー、問いの18番でちょっと見ていきましょうまあこれはちょっとね正解しってるわけではないので、まあ、これで答えが決まるわけではないんですが、えー、問いの18番の選択肢の4番見てくださいはい、えー、選択肢の4番ですねはい さあ、えー、こちらどうですかと話ですす。かと話第一住居地域内においては建築物の高さは1 0メートルまたは1 2メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないというふうにあるんですけれどもあこれは罰でございますね。 っていうふうに判定できますかってことですよね。オッケー。そう、これどういうことですかって言ったらば、まあ、これも本当に注意力の問題です。何かっていやなんかあったあったあった。確かね、えー、あの一とか二シとかあら電位切れとかあそこら辺で、確かに十メートル十メートル。数字も合ってるし、これはまるでしょとか言っていう人いるんですけども、何か漢字二文字をね、えー、ね欠けてることに気づきますか。 漢字二文字かけてることに気づきますかそうです低層という文字かけてますよねこれが第一種低層住居ですしかも専用地域とかだったのねオッケー。OK? そうこれパッと流し見しちゃった人を引っ掛けるんですよわかりますパッと流し見しちゃうとああなんかあったな丸みたいなね数字もあってるし丸みたいな感じでやっちゃうんですよ そう、大種低層住居専用地域ならともかく、そう、大種住居地域、そう。この第一種って言葉しか見てない場合があるんですよね。あの、早とちり、早とちり、早とちり。はい、わかります。で、皆さん。この早とちりは回避することができたはずなんです。何かっていうと、数年前、同じ問題が出てるんです。か えあ高さじゃなかったですけどねあの壁面の方の話だったんであの臨時境界線のあっちの話だったのでちょっとネタは違うんですけれどもそう、えー、同じようなネタで出てたことあるんですよ。だからここも過去問やって一回引っかかっておけばあこれは次引っかかんないように気をつけようっていうその何て言うんですか能力はまあ身につけられたわけですよね。はい っていうところになりますので、まあやっぱりこういったところでね、注意力っていうものは要求されてしまうかなって感じですね。で、あとはですね、問いの26番見ましょうか。はい。えー、問いの26番の、えー、先ほどね、選択肢の2番見ましたが、今度は選択肢の3番をご覧くださいというところです。はい。さあ、今度は選択肢の3番です。 えー、宅建業者主たる事務所については免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げあ、えー、従業者名簿及び帳簿を備えにつける義務を負うというふうにあるんですけれども、はい、こちら、×なの大丈夫ですかって話です。はい、こちら、×なの大丈夫ですかって話ですね、はい。で、何が違うんですかって話なんですけれども、うんと、免許証って義務でしたっけ。 っていいう話ですよねはい、免許証って義務でしたっけって話ですよね。OK? そう違ってますよね。OK?5、OK、点セットの中にも入ってませんよね。OK? っていう話なんですよ。でこれを回避するためにはどうすればよかったのかって話です。でこれっていいですかちゃんと解き方が一定化してるかどうかっていうところが問われるんです。 何を言ってるのかっていうとこれもねあの、まあ、私はあの講義中には結構言ってきたんですけれどもそう何がっていうとそれはどういうパターンかって言ったらば、まあ、もう一回戻しますけれども言ってる来たでごめんなさいね例えばこういう列挙されている場合、まあ、もしくは2つの場合は A および B になるんですけれども。 2つの場合はねこういう列挙型の場合余計なものを入れるっていうダミー選択肢の作り方ってよくあるのよ。わかりますつまりもう列挙されてる時点であ列挙されているということはここにあるものの中に余計なものが入っていないかどうかの検証をまず始めるっていうそのある意味マニュアル化した解き方ですよね。 それれを持っっってていなけけばままずかかたわわですよ。言ってる意味わかりますそう、ここで列挙されてるでしょ。免許証、標識、報酬額、従業者名簿、帳簿というふうに。ケー。そう、列挙されている段階で、余計なのねえかなっていうふうに、そう、ここの初動の問題なんですよ。 つまりどどうううういにちゃんんとでできたかどうかなんですよねそう最初の段階でこういう問題を見た時にこうなっていうふうにここの引っ掛けがないかどうか確認取るぞっていうふうに見た人とあとは何かどっかに引っ掛けないかなっていうふうに見ちゃった人ってやっぱり違うんですよなんだかんだ言ってそれはもちろん偶然発見できたって場合もあるでしょう偶然発見できた場合もあれば それはちちょっっっっとねねねてて話になりりまますすよよ、ねはい、見逃しちゃったよねって場合もありますですのでここのところはしっかり見といてほしいわけですよねそういう意味で OK そういう意味でちゃんと見ておきたいよねって話になりますよろしいでしょうかねはいということになりますのでまあこういう感じのまあ引っ掛け問題引っ掛けっていうのかなでもありますということですねでそれからあとは 問いの32番いきましょうかこれも引っかかっちゃった人いるかな問いの32番の選択肢の2番はいえー、まあね本当にいやらしい問題だなというふうに思いましたけどもねはい。 えこれ何かって言ったらばですねあのやっぱり何ていうんですか皆さんのこう視点をぶらせる問題っていうところなんですよねでこれ視点をぶらせる問題もあのまあ、敵はよくやってくるわけですよなのであの結構ねこのあの頭のスイッチの切り替え問題って私はよく言ったりするんですけれども、えー、こう頭のスイッチの切り替えをあの変に向こうがさせる場合があるんですよね はい見てみましょう、宅建築は37条書面を交付する際、飼、え、い、ー、主から請求があったときには宅建築を提示しなければならないというふうにやりますよね。はいまあそうでしょうねって話なんですけども、これ、引っかかりませんでしたが大丈夫ですか、そう、あのー、これ、どういう引っかけなのかわかります、えー、あのー、逆に言えば、いやまあこれは当たり前でもあるだよねっていうふうにできる人もまあ一定数いると思うんですけども、そう。 あのチャンネルのスイッチをあの勝手に向こうが切り替えてくる場合があるんですよそれは何かって言ったらばこの瞬間に、えー、どっちの知識が浮かんだかなんですよそうどっちの知識が浮かんだかによってできるできないが問われちゃうんですよねできる人こっちの知識が浮かんでます何かそうえー、ね相手方から請求があった時にはちゃんと見せなきゃダメだよねケー、OK? これが出たらまあどんなシチュエーションでもそれは請求があるんだから見せなきゃダメだよねっていけるんですよこっちにチャンネルガチャッと変えられちゃったらまずかったんですそれは何かそう重要事項説明の時には相手方から請求がなくても見せなければならないこっちの知識がポーンと浮かんでしまってもう一つの知識が浮かんでないと重説じゃないからなってやっちゃった人って一定数いるんですよね そう重説じゃないから別にね、えー、まあどうなのっていう風にやっちゃった方が一定数やっぱりいるはずなんです。これっっててそういううい風に思わわわせよよと問題も作ってるわけですすかりますつまり何かって言ったら問題を作る側もプロですのでそうあの皆さんいいですか試験問題作る人たちってプロなんです。どうすればミスリードさせることができるのかは熟知してるんです。で この時に皆さんはミスリードして引っかかる経験をどのぐらいしてたかなんですよね。でそしてそれをミスリードされていてそれで解けなかったのかど忘れして解けなかったのかを分別しなかった可能性があるんです過去問演習をする時に。わかります つまり敵がこういうういいに攻めててくるっていうのはあの結構上等手段なんですねあのだからそのためにあの結構そう皆さんのチャンネルをそっちの方に変えさせて別のことを考えさせないようにしようっていうねそういうトリック結構やるんですよ。あの代表的な例で言うならば選択肢が4つ並んでいて123番である、ねえー、単元のことを聞いて頭のスイッチをその単元にさせておいて選択肢の4番だけ別の知識と基本問題を聞いてくるっていうね。これってよよくやるタイプなんですよ それは何かって言ったら選択肢の123で頭をそのチャンネルにさせようというねそういう向こう側の意図ですよ。でそうするとあこれは重要事項説明の問題なんだって123で重要事項説明があるともう頭の中がねそうするとそこで例えばねえ売買契約の問題をポーンと1個だけ選択肢出すとそれが基本問題でも意外と間違えるんです。そう頭のチャンネルをそう重要事項チャンネルにされちゃってるので。 そうこれ皆さんが例えばこう練習をしていて間違えた時にどうして間違えたのかの検証していないとまずかったんですよねでもおそらくほとんどの人ってこの注意力を養われてない人って練習の段階でそれに気づいてないんですよつまりあこの知識度忘れしていたなもう一度知識の確認をしておこうって復習をするんですだからそうさっきで言うならばさっきで言うならばそう。 こっちの練習ををする機会を失って、そうこっちにばっかり集中しちゃうんですよでそういう人がスイッチの切り替え問題に弱くなっちゃうんです。でこのねえまあ列挙されてるパターンとかスイッチの切り替え問題だとかこういうのってあの何て言うんですかまあご自身であこうやって攻めてくるのかっていうところが分かっていれば回避ってできるじゃないですか。 だからあのアウトプットの講義とかって私はあのよくねあのこうやって攻めてくるからこういうところに視点を持ってってねって話をよくするんですよはいだって注意してねって言われても何に言ってるのか分かんなければそれ注意のしようがないわけですからでそれでも引っかかるものはしょうがないじゃんっていうことなんですよ OK でなんでって言ったらそれでも引っかかるものは大抵の人が引っかかるわけだからそこで勝負はつかないでしょってこと OK そう今年もね、あのいや、これは気づかんだろうっていうそういうい注意力の問題も実はありました、さすがにこれは気づかんだろうみたいな、えあのーまあ、具体的に問いの34番とかね、<laughs> あの問いの34番のこれはなかなか気づかないでしょうって思いますけれどもね、えこれはなかなかねちょっとうん戸惑ったっていう人も多いと思います。はい、これは無理でしょう 例ええ、の34番、まあこれね、えっと4番が、えー、正解詞になるんですけども、これ、なんでですかって言ったらねえ、耐震診断を受けたものをやるときには、その胸じゃなくて、その内容ですよっていうさ、ええ、これ無理でしょ、そ <laughs> う考えても、ええ、あのこれに気付けるって、試験会場で相当強靭なメンタル持ってないと無理だと思いますよ、ええ、あの家で茶飲みながらだったらね、ああなんかね、ええ、うん。 受けたよってだけ言われてもね。それ困るよね。って話にはなると思うけど、試験会場でそれ気づけるかっつったら無理だろう。っていうのが、まあ正直な話なわけですよ。だからこれちょっと見てほしいんですけども、そのねえ問いの34番がどういう形になってるのか？って言ったらばそう問いの34番ってえっ、ー、とこれ重要事項の説明ですけれども、はい。38.2%なわけですよ。ここで勝負は決まらないってわかりますよね。 つまり、ここの注意力をちゃんとね発揮しておかないとまずいよなんてそれは言えないわけよそれはだって無理だもんオッケーでもそれは何かって言ったらばそう過去問とかを演習する中で問題を演習する中で注意しなければならないって言った時に何にってことなんです わかります何に注意しなければいけないのかそこまでちゃんと対策取らないとまずいんですねよろしいですかかいいでですすかか、はい、だから例えばねそのいろんなその自分のこうなんか注意力のなさっていうのってそのある程度そこもパターン化するのでそれもご自身の癖として直せるかどうかっていうのも大事なんですよね。 分かりますこういう敵の攻め方の注意力と自分がよくこういうミスをするっていう注意力この2つの注意力をちゃんと回避できるその手段を持ち合わせて試験会場に行ったかどうか OK だから反省してほしいっていうのはそういうところなんですよろしいでしょうかだからこれも含めて基礎なんですよ分かりますそう注意力の対策まで取って初めて これは基基礎と基本と本言いますた、OK、ださっきも言った通り問いの34番に気づけるものはそれは基礎とは言わん、OK、<laughs> それは基礎とは言わん、OK えー、だからそこは別に気づかなかったとして,てもどうでもいいんですけども今私が何問か挙げたものに関しては回避できるわけなんですよ実際そう回避できる選択肢は回避しておかないといけないよねっていう話になりますはいじゃあ他にはどんな力が要求されるんですかはいこれです 数年前から本当にこれでしたね今これないと結構まずいです今この読解力がないとかなり、えー、厳しい試験になっていますつまりあの何て言うんですかね宅建試験が 国語の試験になりつつあるぞっていうね、はい、えー、そういった問題がちゃんと対策取れてますか。つまり、あなたがちゃんとその読み取りの能力を身につけて会場に行ってますかって話なんですよ。ね。で、まあ最大のものが判決文問題ですよね。 え、位でるものが判決文問題なんですが、まあ、今年の判決文問題は、まあ、最悪判決文読まなくても何とかなったので、はいえーまあ、そこの、ね、問いの1番でそれは要求されてはいませんけれども、はいまあねえー、多分これが一番、はあ、読解力だなっていうのが分かるのが問いの35番。これだよねっていうのが、ね、本当に一番よく分かります。これ もう完全に問いの35番は国語力でしょこれっていう、えー、問いの35番の、えっと、選択肢の、えー、3番はい問いの35番の選択肢の3見てくださいはいまあこれ正解詞ではないんですけれどもはい これは引っっかかかからなかったでですか大丈夫ですかもう完全にこれあの知識の問題でも注意力のまあ多少注意力ではありますけども、まあ、読解力と注意力ってまあ結構表裏一体的なところはありますけども本当にあのえこれ国語の試験ですかっていうふうに思いました。はい、ではちょっと、えー、選択肢3番読んでみますねいきますよ。 法人 C が所有する落つ建物の個人での賃貸を宅建業者 E が媒介し当該賃貸借契約が成立した時 E は D に対して宅建止をして法35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならないとえっ、ー、と35条書面を交付して説明うん必要だよねでこれ宅建止をしてだからこれ間違ってないよねってことはこの問いの35番の3はこれ丸かなっていうふうにやっ てしまいがちなんですよね、これはい、これ何がまずいかわかりますいや、なんか一見正しそうに見えますよねはい、何がまずいのこれ、別に何もまずくないじゃないですかうん。これ、ここがまずいんですよここに気づきましたか成立した時はここなんです 成立した時はってことはいいですか？賃貸借契約まあ、ここかここから1か契約が成立した時は書面をこうして説明をさせなければならないってことは、契約の成立が先であるという読み方ができますよね。でも、重要事項説明は契約締結前に行わなければいけませんよね。そう、ここが。 契約が成立したっていうもう過去表現にななってる時点ででアウトなんですよもう本当に嘘でしょ <laughs> っていうえもう国語じゃんこれっていうねそういくらそのね重要事項説明は契約前にやらなければいけませんよって知っていたところでこの問題文をそういう意味で読み取りができなかったとしたならばこれ残念ながら点数になってないんですよね。 てた、まあ、多分選んじゃった人も多いと思うんですよ実際問題はいこれもう本当に国語の試験ですよねっていう話になってくるわけですはいこれどうですか気づきましたかって話なんですよねで実際問題実際問題あのこの問いの35番は一回多分まあ丸なのかもなみたいな感じでさらっと流しちゃってで4番も3 で,で「あれこれ4も丸じゃない?」みたいな感じになってそっからちょっと選択肢を吟味していこうかなっていうところでなん多分選択肢の3番見た時に「あっプね!」みたいな感じで気づいたっていう人がまあ多いんじゃないかなと思いますけれどもねえあのー、まあ一読の段階で気づくのはなかなか難しいとは思いますけれどもえこれが敵のやり方ですっていう。 これもあの読解力が要求されている試験なんだってことを前々から知っていればある程度の対策っていうのは取れるはずなんですつまり何かって言ったらば、まあ、もう過去問の時点でこういう表現をした時にはこういう言い回しですよねっていうところをちゃんと普段から勉強してるかどうかです。もちろん注意力も必要ですけれどもただ注意しただけではねやっぱり読解力もないと見つ,見つからないものになりますから。 そこまでしっかりと対策をとっておいてほしかったんですよろしいでしょうか ?OK で次ですこれだけじゃないのもっとあるんですよはいでもう一つが何かというともう一つがこれそうきちんと考えてやってくださいねっていう思考力なんですよねそう この四つが全部備わって初めて基礎なんですよ。わかります。この四つが全部合わさって初めて基礎。じゃあ、ちょっと、まあ、思考力も、まあ、問題見てみますか。何かっていうと、まあ。 今年はねまああまり思考力というよりか4番よりも、まあ、今年は2番勝負だったかなって気はするんですけど、はいえー、まあ一応見てみますと問いの17番の選択肢の 2, 2>、はい、問いの17番の選択肢の2なんですけれどもはい。 えー、延べ面積500平方メートルを超える建築物について大規模な修繕をしようとする場合都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はないというふうにあって。 まあ、あの知識的には基本の知識を聞いてるんですけれども、まあ、この人たちは素直に聞いてこねえなっていうのがよくわかる、えーね、本当になんかもうこれも本当に試験解場で私これ見た瞬間にああこの人たちは本当に素直に聞いてこないでっていうね、えー、あのもう覚えたものをそのままポンというふうにあの当てはめるだけっていうのは嫌なんだろうなっていうねもうやっぱり一つちょっと考えてほしいっていうところがやっぱり、うん、試験問題から見えたなっていうところにはなるんですけどもまず。 大規模修繕で建築確認というふうになってくるとまあやっぱり特殊建建築築物物とととかかあとは大規模建築物とかですよね、okay? で例えばまあ大規模建築物で考えていくならば、まあえー、木造とかだったらね、えーまあ、500平方メートル超えますとかね、えーまあ、木造以外だったら200平方メートル超えますみたいだったらば、まあ、これ大規模建築物になるわけじゃないですか。 でそうすると大規模建築物になるんだったらばそれは大規模修繕大規模模様替えこれって建築確認必要だよね。でじゃあ例えば考えてみてください、えー、じゃあね鉄筋コンクリート作りでしたみたいな感じではい500平方メートルを超えるじゃあ例えば700平方メートルでしたって言ったら間違いなくこれは大規模建築物。ということになりますので大規模建築物だからあこれは大規模修繕大規模模様替え建築確認いるだろうねっていうことになりますよね。なので はバ、い、ツ、ま、ということになっていくわけでございますがこれっていくら数字をガンガン覚えようというふうにしたとしてもねこういう出され方をした時にちゃんと解けますかっていうことなんですよわかりますつまり持ってる知識を別の形で出された時にその知識をツールとして使って解いていくことができるのか。で この4つの力が全部身について初めて基本なんですがおそらく多くの方々は1番と2番のまあ半分ぐらいが多分基礎だと思ってるんですよ。わかりますそう1番が基礎なのはまあまあこれはもうここにいる全員が多分揺るぎのない事実として受け入れてくれると思うんですよね1が基礎であることに関しては。 そうで、2もまあ、若干ね。注意力。まあ、ひっかけ問題が多いから注意しましょう。ぐらいの認識を持ってると思うんですよ。まあ、ただ、それに対する具体的な方策を持ち合わせているかどうかはまた別としても。 ね、卓球試験引っ掛け問題が多いよみたいなところはね、はいえー、まあねあの過去問をやってればねよくね投資計画区域外とかね、まあ、そういった問題とかが出てるのでそれでああやっぱりこういう外とかいう漢字一文字まで注意しなければいけないんだなみたいなね、まあ、そういったやり方は持ち合わせてると思うんですけれども、まあ、そこがちゃんと徹底されていたかどうかですね。 でそれからまあさっきも言った通りそのいわゆる読解力思考力こういうところまでトータルで身につけられていたかどうかなんですよ。でこの基礎がしっかりと身についていれば今年の卓球試験まあ、たとえこれがね合格ラインが例えば367とかであったとしてもオーバーすることは確実にできます。はい でここのどこかにかけてるとやっぱりちょっと厳しかった戦いになるんじゃないかなってでまあもしねあの合格ライン超えられたっていうんであればもうこれはもう何の格分ねもう今日は高見の見物で「おおあったなとか言いながらね回避できたぞとか言っていけると思うんですけどももしねあのこれから来年に向けてっていうふうに思ってらっしゃる方がいたとするならばそう来年に向けてって考えていくとここまでが基礎だって考えておかないともう一回同じミスをしてしまうわけですよ。 わかります。そう気づくまで無限ループが続いてしまいます。で、それに対する方策も取る必要があるわけですね。そうだから例えばそのインプットの段階でこうね一通りテキストを読みます。まあもしくは講義を聞きます。まあここはね独学の人だったら、えー、テキストを読む。ねえー、スクールに通うんだったら講義を聞く。オッケー。 これでとりあえずインプットの講義ができましたでそして、まあね、あの一問一答とか過去問集とかで知識を確認していきますここで、まあ、丸一番は OK ということになるわけですよね。ねで丸一番 OK なんですけどもでこの丸一番を延々と繰り返しておきながら「先生成績上がらないです」っていうふうにあの言われるとこっちとしては申し訳ないんですよ。 それ一番だけけででは上がなないよねって話になるわけですそうここの234がどれだけできてるかっていうところです。でこの特に一番気をつけているのはもう今年は本当に2番勝負だったと思うんですよこの注意力勝負だったと思うんですよ実際問題。でその注意力勝負って言った時に注意力っってて何なのって話なの話んですその今言った今私がこうやってガーッと喋ってるものって敵がどうやって攻めてくるかっていう意味の注意力です。 でももう一つの注意力として自分ががどういうういいミスを犯しがちなのかっていうところなんですよねであのこれも私はあの直前でねあの大予想会みたいなねあの講座があってでそこであの講義をする時にはね必ずね「あのこれの問題をこの選択肢を選んだ人はこういう癖ついてるから気をつけて」っていう言い方をするんですよ。 つまりあのそういう癖っていうものが回答に出ちゃうわけですからそれで「あ,あ間違えた」じゃなくて何で自分がそれをそう選んでしまったのかその理由をちゃんと突き詰めて考えていくっていうところまでやっておかないと、まあ、なかなか点数を安定化させるのは難しいですねっていうそういうお話になってくるわけですね。 だからよくねあのまあなんていうんですかこう点数が取れなかったところで、まあ、よくね反省をしなければっていったときにその反省がどれだけ具体化できるかっていうのはやっぱりポイントなんですここまでよろしいですかはいでそれをきちんとやっていかないといけないでそのためにじゃあ何をどうするのかっていうところをまあ皆さんはこれから考えておかないといけないでも逆に言えばそこがちゃんとできていればいけるんですそこがちゃんとできていればね そうですのでそういうところをちょっと気をつけておいていただきたいということになりますはいいだたいイメージつきましたかね大丈夫ですかねではですねまあこれ今後のお話をしておきたいと思いますはい、えー、今後ですはいまずですね、えー、皆さんねはい、まあ、合格基準点予想会まあね結局36プラマ1まあねあの ね、もうちょっとね、ね、えー、あの、絞り込めようと、えー、いうふうに思うかもしれませんけども、今の段階ではこれが限界です。えー、えー、ですけれども、まあ、大体ね、えー、これはいけるぞというふうに思った人もいると思います。はい。さあ、それでは皆さん、卓建業法の復習しましょう。いいですかはい。卓研業法の復習しましょう。いいですかはい。さあ、皆さん、卓建試験に合格しました。いいですねはい。さあ、えー、その日を通して、めでたく卓建師と名乗っていいですか ダメですよね。この次のステップがありますよね。OK? そう。であのまあこれねあのよく言う話ですけどもあの合格するとですね合格証にね「登録しますか?」っていうねそういうあの書類が入ってくるわけですよ。であのこの書類出せばですね、えー、誰でもあの登録ができるかって言ったらそうでもないわけですよね。ま,あ、まずそこで結核要件というのも出てきますけれども、はい、結核要件のほかもう一つありましたよね覚えてますかそうです。 2年以上の実務経験ですよね。はい、2年以上の実務経験が必要になります。ってことになります。はい、じゃ、実務経験なかったらどうするんでしたっけ？そうっすよね。登録実務講習ですよね。はいね、えー、あれ、こんなところにはいということでこちらですね。はい。 えね、登録実務講習というものがありますということで、まあ、こちらねあの2年間の実務経験がある方はいらないやつです、okay、あのすいませんけれどもあの登録実務講習ってあのどういう人が受けるんでしたっけって質問はやめてくださいねこれは武井試験の範囲内ですからね <laughs> いいですか2年以上の実務経験がない人か、えーね、あの受けるものでございますからねこれは武志家の「はい」これで,竹のですからね、はい、大丈夫ですねでこれ、えー、2年以上の実務経験がある人はいらない2年以上の実務経験がない人は、まあ、こういうね登録実務講習、まあ、これねあの申し込みの案内入っておりますので、はいまあまあ、ここにも書いてありますけどもね、はいまあ、これ該当するというのであれば、まあ、こちらを受けていただいてそれで登録をすることができる。 ね、そしてその後、と、えー、託研の交付へと流れていくっていう、そういう流れになりますね。はいですので、まあ、ちょっとね、あの2年以上の実務経験がないという方は、えー、まあ登録実務講習、そろそろまあ考えてみるのもいいと思います。で、それからですね、えー、まあこちらですね、はい、ねこれ大事、はいね、えー、合格体験記大募集ということでですね、はい。えー ねまあ、こちらですね「体験記」はい、書いてみませんかということでね、はいまあ、こちらの方もよろしくお願いいたしますということでございます。はい ねえー、まあ最後、宣伝臭いものもあって、えー、って感じなんですけども、まあ、大体、えっと、まあ、合格基準点としては、まあ、先ほども言いました通りえっり、速報会から、今のところ特に変更はないかなという感じでございます。はい。まあ、ここでなんか、またデータが集まってきてね、変えるみたいな感じになったら、また、ホームページとかそちらの方とかでもね、お話があると思いますので、はい。まあ、今のところは、まあ、その状態が続いてるという感じでございました。ということで、えー、ね、まあ、あの、 合格いけそうだっていう方はですね、まあ、次のステップのちょっとねあの資料集めとか、まあ、そういうものも始めてみるといいと思いますでもしねえあこれ大連ちゃんとやらないときついなっていうふうに思った方は、まあ、今年の問題をちゃんとあの資料として、ね、皆さんに何が足りないのかっていうところをちゃんと踏まえた上で、ね、えで次の、ね、え再スタートに向けて頑張ってやってください、はい、ですのでえまあねあのここいらっしゃる方状況それぞれでしょうけれども、まあ、何にせよ 次へ進んでで。いきましょう、ということとこそれではですね、えー、1時間程度の短い時間ではございましたけども、えー、合格基準で予想会、えー、終了させていただきたいと思います、えー、それでは皆さんお疲れ様でした。